ペドロ・カルロス・デ・ボルボン・イ・ブラガンサは、スペイン及び、ポルトガルの王族。スペイン王・カルロス三世を、父方の祖父に、ポルトガル女王・マリア一世を、母方の祖母に持ち、スペイン王子と、ポルトガル王子の二つの称号を有した。全名は、ペドロ・カルロス・アントニオ・ラファエル・ホセ・ハビエル・フランシスコ、ネポムセのトマス・デ・ビラヌ・ヌエバ・マルコス・マルセリーの、ビセンテ・フェレル・ライムンド。ポルトガル名は、 ペドロ・カルルシュでボルボン・イブラガンサ。ペドロ・カルロスは、スペイン王子ガブリエルと、ポルトガル王女、マリア・アナビトリアの間の長男として生まれた。両親は1788年11月に、相次いで亡くなり、テーもすでに幼くして死んでいたので、ペドロ・カルロスは2歳で孤児となった。父ガブリエル王子は、カルロス三世王のお気に入りの息子だったが、 祖父カルロス三世もガブリエルが死んだ翌月に死去した。後を継いだ叔父のカルロス四世は、幼い甥いは母方の実家で引き取られる方が良いと判断し、ペドロ・カルロスは母方の祖母のポルトガル女王マリア一世の下で養育されることになった。ポルトガル宮廷に引き取られた際、ペドロ・カルロスは生まれながらに持つスペイン王子の称号に加えてポルトガル王子の称号も与えられた。 ペドロ・カルロスは父の莫大な財産を相続していたこともあって、ポルトガル宮廷では非常に歓迎された。成長したペドロ・カルロスは、叔父の摂政宮、ジョアン王子の妻で重視でもあるカルロッタ・ジョアキナと不倫関係にあったという。カルロッタは夫の元を離れ、ペドロ・カルロスの住むケルス宮殿で暮らしていた時期もあった。1807年、ポルトガルが ナポレオン一世率いるフランススペイン連合軍の侵略を受けた際、ペドロ・カルロスは他のポルトガル王家の人々と共に戦艦プリンシペ・ヘアル号に乗り込んでポルトガルを脱出し、1808年の年明けにブラジルのサルバドールに到着した。宮廷がリオデジャネイロに戦とすると、ペドロ・カルロスはサンクリストバン宮殿を住まいとした。1810年5月13日、 ペドロ・カルロスは、摂政宮、ジョアン王子とカルロッタ・ジョアキナの長女で10枚のマリア、テレザ王女と結婚した。ペドロ・カルロスとマリア・テレザの夫婦は、非常に仲が良かったが、ペドロ・カルロスは1812年に、サンクリストバン宮殿で病を得て、わずか26歳の若さで急死した。妻、マリア・テレザとの間に息子を一人設けた。ありがとうございます。